はい、皆さんこんにちは、ベソでございます。ハオデン続きやっていきたいと思います。そうかそうか、今浜城ね、なんですけど、秀吉さんね、少量少礼やりましょう。とりあえず治安も100にできたんでね、ちょっと来年イベントあるかどうか楽しみですよね。はい、で本国迎えちゃいましたね。そうかそうか、お金持ってこさせたんだ。で、金森さんに来ていただいたのはちょっと訓練をやっていただこうかなということでしたね。ということで訓練、朝比奈さんと一緒にねやっていただきましょう。78で金森さん83、やっぱり400いるから上がりがあまりよろしくないね。あとはメンツ的には問題ないかな。まああんまりお金は多くないけど、まあこれでちょっとお正月迎えましょうか。はい。はい、三河の国ですね。訓練だけど、ちょっと訓練やれる人はいないんで、パス。ここもそうですね。使えるのは姉子おじさんだけか。84なんですよね。67。先手必勝で、あら見れなくなってる。ちょっと多情偵察ね。はい、ここがごめんなさい、127で305か。まあ大きい戦いにはなりますよね。多分北条の援軍もあるかと思われるんで、届かないんだ。まあ砥石城、攻めるにしても援軍がどっかから欲しいね。岡部さん、いやー、から行くんだったら逆ですもんね。まあとりあえずもうやっとこう。あーっと広げられないんだ。サイデッカー、それにちょっと雪ですからね、どうしようもないね。じゃあ100にしとこう。
金浩二さんで、9。で、ここは逆に訓練が必要になってきたんですよね。ああ、できないや。治安度を上げ損ないましたけど、勝家さん農業やってちょっと200超え狙っときましょう。はい、これでここも200でねいけますんで、そういえばごめんなさい、お米見てなかった。ああ、1400ある。いけるいける、行こう行こう行こう。もういつもねちゃんと見てからやればいいんですけどね、入れてから思い出すというね。はい、高坂さんと2部隊ですね。で、高坂さん大将で、180? ああ、最大をして、うん。で、これを消す、消す。はい。よっと。ああ、しまった。今買うの忘れた。もう。100だと足りない。223。はい、これ誰にやらせよう。天野さんでいい。いや、天野さんあれだね、本部さんでいいや。223。はいはい、コトコトいきます。
で、小坂さん大将の最大ね、約400の応援があると見ますんで、800ぐらい持っていきたいですね。841、はい、行きましょう。で、かんすけさんと酒井さん、全部決まり行っちゃったけどね。宇治政さんね、小田原城、あー大きい城やね小田原城。どっちに陣張るかやな。ちょっと大阪さんここで見ましょうか。 OKOK、 うわー来た、後ろから来た。
ああ、7ね。これでちょっと黙りましょう。はい。
そっちへ行く。扱いになるからちょっと減りましたね。
まあ、テンポゼロ、うん、あ、退却したね。あー、捉えてからにすればよかった。はい、高坂さん、忠勝さん、勘助さん、こっちから行こうか。はい、では甲状腺になりますんでね、これはまた次回にさせていただきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。